記録のため収容施設内で撮影された SCP-1048JP。アイテム番号 SCP-1048JP。オブジェクトクラスユークリッドにユートラライズド。特別収容プロトコル。SCP-1048JP-A は天井部に設置された出入り口と通気口を除く。外部へ繋がる 3mm 以下の隙間を完全に排除された高さ 8m の一般大型生物収容室に収容されています。収容施設内への出入りは天井部の出入り口からクレーンとワイヤーを用いた投下により行ってください。退出の際も同様の手順を用いて引き上げを行ってください。収容室内においては SCP-1048JP を刺激しないよう。最低でも SCP-1048JP、1から3メートル以上の距離を取った上で作業を行うよう心がけてください。SCP-1048JP に対して配置日に3度通常のエゾヒグマと同様の給餌を行え、1日に1度 D クラス職員を用いて収容室内の清掃が行われます。収容室内には排水口が存在しないため、水を必要としない方法で清掃を行ってください。円滑な業務遂行のため、清掃業務に当たる D クラス職員は過去に SCP-1048JP の異常性に暴露した人物を選定してください。清掃作業中に D クラス職員が SCP-1048JP を刺激した際の救助は不要です。SCP-1048JP が人間の体内に侵入した場合、SCP-1048JP が体外へ再出現するまで侵入が行われた対象の回収は行わないでください。またマスクや手で口を押さえるなど SCP-1048JP の侵入、再出現を妨害する試みは SCP-1048JP を刺激する可能性があるため、侵入が行われる際は抵抗を行わないでください。説明、SCP-1048JP は異常行動を起こす体調に、8メートル体重 340kg 推定12歳のオスのエゾヒグマ、アーシュス・アークトシーソエンシス、です。SCP-1048JP は常に興奮状態にあり睡眠を必要としないことを除き、通常のエゾヒグマと肉体的に異なる点は存在しません。SCP-1048JP が人間を発見した場合、積極的にその対象に接近を行いますが、SCP-1048JP が人間に危害を加えることは一部例外を除きありません。SCP-1048JP の異常性は自身の肉体よりも狭い空間に侵入が可能であるという点です。SCP-1048JP が侵入を行うことができる空間体積の最低値は不明ですが、侵入を行う際の侵入口は最低 5mm 以上の大きさを必要とします。自身の肉体を完全に侵入させるために必要な時間は侵入口の幅、距離、空間の大きさに関係なく一定して約3秒程度です。侵入を行う際 SCP-1048JP は重力の影響を受けておらず、鎖などの連続した輪を通り抜けることで重力や磁場を無視した移動を行うことが可能です。SCP-1048JP が異常性を使用するための十分な距離にまで人間に接近した場合、その人間の瞳孔から体内へ侵入を行います。侵入が行われた被害者は体内で SCP-1048JP が動き回る感触を感じると報告しますが、これらの行為による直接的な健康的被害は存在しません。体内へと侵入した SCP-1048JP はおよそ60秒ほどで口内から体外に再出現し、その後まだ侵入を行っていない他の人間の捜索を開始します。基本的に過去に侵入を行った人間に再度侵入を試みることはありません。基本的に体内から再出現した SCP-1048JP に変化は確認されませんが、過去に一例のみ SCP-1048JP と共に肉塊のように見える生命体、以下 SCP-1048JP-1 が体内から出現した事例が存在します。SCP-1048JP-1 は未知の手段により約 40km 毎時の速度で転がるように移動し、常に SCP-1048JP の後を追いかけるように行動します。進行方向に使用外物がある場合それを避けるように移動することから何らかの方法で周囲の状況を知覚していると推測されています。SCP-1048JP-1 の動きは素早いですが攻撃の手段を持たないため容易に捕獲することが可能です。
しかし他の生物が SCP-1048-JP-1 に対し接触や攻撃を行った場合、SCP-1048-JP は即座に敵意を示し対象に執拗な攻撃を行います。この攻撃は対象の死亡、もしくは対象が SCP-1048-JP-1 から100メートル以上離れ、かつ SCP-1048-JP が SCP-1048-JP-1 を奪還するまで継続されます。SCP-1048-JP の攻撃から逃れた場合でも敵対した対象への警戒は失われず、再度対象が SCP-1048-JP-1 の半径100メートルに侵入した場合は即座に攻撃を開始します。過去に収容室内から SCP-1048-JP-1 を回収した際に SCP-1048-JP が収容室内の床や壁に無差別な攻撃を行い続け、SCP-1048-JP の生存に問題が生じたことから SCP-1048-JP-1 への接触及び SCP-1048-JP から引き離す必要がある調査。研究は行われていません。SCP-1048-JP は1900年月日に北海道村で無差別に人間の体内に侵入。再出現を行っているところを発見されました。その際同村在住の男性、立花。52が自身の体内から SCP-1048-JP-1 と共に再出現した SCP-1048-JP により殺害されています。当時の目撃者によると SCP-1048-JP が体内に侵入した数分後に立花氏が強い苦痛を訴え始め、同時に痙攣等の症状が現れたと証言しています。立花氏の肉体は SCP-1048-JP の執拗な攻撃により遺伝子検査以外での個人の判別が不可能なほどの損傷を受けていました。なぜ立花氏の体内から SCP-1048-JP-1 が出現し、かつ SCP-1048-JP が執拗な攻撃を行ったかについては現在調査中です。SCP-1048-JP と立花氏の関係性が発見されました。追加資料1900年月日を参照してください。立花氏の自宅の調査により、立花氏がカニバリズム愛好会の会員であること、また SCP-1048-JP によって殺害される4日前の1900年月日に同村内在住の山家、17、おらち、他の愛好会メンバー2名と共に3日間かけその肉体を接触したことが明らかになりました。確保された2名の同好会のメンバーに対する尋問により、毛髪や骨などの部位も含むすべての山家氏の肉体はこの3名により消費されたことが確認されました。現在生存している他の会員2名はそれぞれ D クラス職員として雇用され D104801、D104802 の番号が割り振られています。山家氏を標的として選んだ理由について、山家氏が食材として理想的であり十数年前から目をつけていたためと説明しています。これは立花氏含む3名全員の相違でありなぜそのように感じたのかについては両者とも、直感的なもの、と証言しています。最初に犯行を計画し実行するまでの間に十数年の期間を取った理由に関しては、食べ頃を待っていたため、と証言しました。生前の山家氏の写真を何名かのカニバリズム主義者に閲覧させたところ、全員が、非常に美味しそうに見える、と感想を述べました。この認識が山家氏の持つ異常性であるかは現在不明です。SCP-1048-JP がこの3名の体内に侵入した際に SCP-1048-JP-1 を出現させ、かつ執拗な攻撃を行うことは D104801 を用いた実験により確定済みです。この発見に伴い行われた山家氏に関する調査により、SCP-1048-JP が19から年の2年間。山家氏の祖父が衰弱した子犬と誤認し、家に連れ帰られ飼育されていた、キンタと呼ばれる熊ではないかと推測されています。SCP-1048-JP は当時5歳だった山家氏と非常に良好な関係を築き、1日自由行動を共にしていたとの証言が得られています。山家氏が SCP-1048-JP を気に入っていた理由として、山家氏には生まれつき動物に嫌われる性質が存在し、過去に飼い犬や野生動物に襲われる事件が頻発しており、SCP-1048-JP
1048JP のみが例外的によく懐いていたという事実が挙げられます。この、動物に嫌われる、特性が、食材として非常に美味しそうに見える、特性と何らかの関係があると考えられていますが確証には至っていません。SCP-1048JP が山永遠に飼われてからは他の肉食動物による襲撃事件が発生しておらず、SCP-1048JP が何らかの方法で山永氏を他の肉食動物から保護していたと推測されています。後に SCP-1048JP は成長により熊であることが判明、それに伴い山奥へ放棄されましたが、回収した山永氏の携帯電話から成長した SCP-1048JP の様々な姿が映された画像が多数発見されており、山永氏がおよそ月に2度の間隔で SCP-1048JP と接触していたことが判明しています。以上の情報から SCP-1048JP、市葉山永氏に関連する存在として推測されています。押収された物品や親族への聞き込みからは SCP-1048JP の異常性に関する情報は発見されませんでした。山永氏は SCP-1048JP が発見される4日前から行方不明であり警察に届けが出されていました。SCP-1048JP がどのようにして山永氏の死亡を察知したのかは不明です。SCP-1048JP は1900年月日に行われた実験の最中に死亡しました。以下はその経緯の記録です。実験記録に、日付1900年月日。対象、D-104802。目的、インタビュー目的のため、SCP-1048JP を排出した D-104802 の生存した状態での回収。および3つの SCP-1048JP-1 を同時に存在させた場合の観察。実験方法、規約部オフと差5ミリメートルのワイヤーで固定された D-104802 と SCP-1048JP を接触させる。SCP-1048JP が D-104802 の体内に侵入を行うと同時に D-104802 を空中4メートルまで引き上げ待機させる。SCP-1048JP が高校から再出現した瞬間に D-104802 を引き上げ回収する。ほい、D-104801 を用いた実験では落下前に SCP-1048JP が D-104801 の頭髪の間へと侵入し D-104801 を殺害したため、今回の実験では D-104802 の体毛は全て除去されている。時、分、秒、記録開始、0時分秒、実験開始、クレーンを用いて D-104802 の透過が開始される。0時分11秒、SCP-1048JP が D-104802 の存在を認識、D-104802 の透過予定地点へ移動を行う。0時1分12秒、D-104802 の収容室内透過が完了する。同時に SCP-1048JP が D-104802 体内への侵入を始める。0時1分15秒、SCP-1048JP が完全に D-104802 に体内に侵入する。D-104802 は SCP-1048JP が体内に侵入された場合のごく一般的な反応を示している。0時1分17秒、D-104802 の引き上げを開始。0時1分54秒、D-104802 が悲鳴を上げ腹痛を訴え始める。D-104802 の4メートル地点までの引き上げが完了する。0時2分3秒、D-104802 に激しい痙攣、失禁等の症状が現れ始める。D-104802 の言葉はすでに聞き取れない。0時3分32秒、D-104802 の構内から SCP-1048JP の再出現。および SCP-1048JP-1 の出現が確認される。同時に D-104802 の引き上げが再開される。0時4分2秒、D-104802 の回収が無事終了する。SCP-1048JP は D-104802 が回収された出入り口付近を凝視し収容室内を徘徊している。
0時11分12秒、SCP-1048JP が徘徊を中断。SCP-1048JP-1 を他の SCP-1048JP-1 の元へと運び始める。0時11分55秒、計算体の SCP-1048JP-1 が一箇所に集められる。集められた SCP-1048JP-1 は互いに結合し、その形を大きく変異させる。0時18分45秒、SCP-1048JP-1 の形が人型に近いものとなり人間の皮膚に見える物体が生成される。変異はまだ継続されている。0時30分2秒、SCP-1048JP-1 が完全に男性の人間の姿へと変異させる。映像記録から変異後の姿が山家の容姿と同一のものであることが確認された。山家氏は自身の置かれている状況に混乱しているように見られる。0時30分51秒、山家氏が SCP-1048JP の存在を認識。SCP-1048JP に接近し接触、声をかけるなどの動作を行う。この行動の際山家氏が自身を救出したことに対する感謝の言葉を投げかけていることから、山家氏には死亡時の記憶。もしくは SCP-1048JP-1 であった時の記憶が存在するものと推測されています。本来の予定ではアナウンスによる現在の状況の説明、可能であれば山家氏の回収とインタビューが行われる予定でした。0時33分5秒、突如 SCP-1048JP が山家氏を前足で殴打し収容室内の壁に叩きつける。0時33分22秒、SCP-1048JP が山家氏の右足に噛みつき、数度振り回すような動作を行う。0時34分9秒、負傷により逃走が困難になった山家氏の肉体の捕食が開始される。この間山家氏が SCP-1048JP の行動に恐怖し救援を要請したことから、即座に殺傷武器、非殺傷武器を装備した8名の武装職員による鎮圧が指示された。0時38分32秒、武装職員が収容室内へ投下され始める。職員の存在に気がついた SCP-1048JP は山家氏を加え収容室隅へと移動、捕食行動を再開する。0時40分1秒、武装職員が収容室内部に到達。SCP-1048JP に対し非殺傷武器による行動の阻害を試みるが SCP-1048JP は一切の反応を示さなかった。0時46分44秒、殺傷武器による攻撃の許可が下り SCP-1048JP への攻撃が行われる。SCP-1048JP の肉体には通常予想される通りの損傷、出血が見られたが捕食行動の阻害は成功しなかった。この際 SCP-1048JP は自身に向けられた攻撃が山家氏に命中しないよう自身の体で守るような行動をとった。0時55分21秒、サンケ博士の独断により山家氏の殺害許可が下される。数度ライフル銃による狙撃が成功したが山家氏の活動は停止しなかった。1時52分37秒、肉体の 40% が捕食される。四肢の大半、首や内臓の一部が存在しないのにもかかわらず山家氏の活動は停止していない。3時22分55秒、肉体の 80% が捕食される。眼球運動により山家氏の活動が確認される。4時6分43秒、骨、毛髪を含めた山家氏の肉体のほぼ全てが捕食される。4時59分52秒、収容室内に残存していた山家氏の体液、肉片の全てを舐め取る。この時点で山家氏の肉体は完全に消費されたものと思われる。その後 SCP-1048JP はその場に留まり大きな動きを見せなくなった。5時3分34秒、突如 SCP-1048JP がその場に倒れ込み、あらゆる活動を停止する。5時6分15秒、投入された職員の検査により SCP-1048JP の死亡が確認される。記録終了。後日 SCP-1048JP の解剖調査が行われましたが、監視役含む調査担当の全職員、命によって骨、体毛を含む SCP-1048JP の死骸が接触されたことにより失敗に終わりました。SCP-1048JP の死骸を接触した全ての職員は、自身がなぜそのような行動をとったのかわからない。
SCP-1048JP の肉は非常に美味だった、と報告しています。SCP-1048JP の胃袋を接触した、研究補助員は胃袋の中に甘い石や SCP-1048JP-1 と思われる物体は存在しなかったと証言しました。現在時点では SCP-1048JP を接触した職員に異常な性質は発生していません。また、SCP-1048JP の収容時や実験時には観察されなかった負傷に対する異常な耐性。および山家氏がカニバリズム会員ら3名により殺害された際には見られなかった、異常な生命力の詳細についても不明なままです。SCP-1048JP および SCP-1048JP-1 の消失により、これ以上の研究は不可能と判断。SCP-1048JP はニュートラライズ度に指定されました。インタビュー記録1900年、月、日。対象、D。1048-02、元カニバリズム愛好会会員佐川。インタビュアー、三家博士。説明、実験記録2により回収された D-1048-02 に対するインタビュー記録。録音開始、三家博士。それではインタビューを始めます。D-104802 あの時君が体験した出来事を説明してください。D-1048-02、あいつは怒っていたな、大激怒だ。三家博士、SCP-1048JP のことですね。なぜそう感じたのですか ?D-1048-02、目だよ。目を見たらわかるだろ。あいつは怒り狂っていた。あのガキを食った俺たちのことを心底憎んでいたな。D-1048-02、復讐だ。あいつは俺たちに復讐をしたんだよ。三家博士、具体的に SCP-1048JP は君の中で何をしたのですか D-1048-02、さあ、わかんねえな。あいつが体の中に入ってしばらくの間は体の中で何やらごそごそ何かを探している感じだった。けど急にあいつは俺の腹の内で暴れ始めたんだ。D-1048-02、俺の肉を食いちぎって、引きちぎって、こじる感触がした。俺は絶対にあいつが俺の体を突き破って腹から出てくるもんだと思ったが、そんなことはなかったな。もっともそっちの方がさっさとくたばれて楽だったかもしれねえ。耐えきれなくて思わずガキみてえに泣き叫んじまったよ。許しをこいながらな。D-1048-02、その後はあいつが口から出てきて、あんたらの見た通りだ。俺が殺されなかったのはあいつの機嫌が良かったからだろうな。最後の復讐を達成できてな。三家博士、あなたが死んで初めて復讐は達成されるのではないのですか ?D-1048-02、まあそりゃそうだな。だがあいつにとって復讐は2番目に重要なことだったんだよ。あいつにとって一番重要なことは目的のものを手に入れることだ。あいつはそれに成功したから機嫌が良かったんだよ。あんたもわかってんだろ。あいつは別に俺らがガキを殺したから怒っていたわけじゃない。俺らがあのガキを食ったから怒っていたんだ。三家博士。D-1048-02、あいつは自分の獲物を横取りした俺らが許せなかったんだ。きっとあいつも俺らと同じくらい、いや、もっと前からあのガキに目をつけていたんだろうな。最高の食い物を最高のタイミングで食うために待っていたんだ。D-1048-02、そんでいよいよ食べ頃ってタイミングでそれを知らない俺らが獲物を横取りしちまった。そりゃぶち切れるよな。俺らだってあのガキを狙っていた。我慢もできないバカどもを何人かぶち殺してきたからよくわかるぜ。そんな奴らは何回殺しても殺したりないくらいだ。まったくあんなのがいると知っていたら俺らも手を出さなかったよ。D-1048-02、いや、やっぱり出しただろうな。あのガキはそれだけ理想的で最高の食い物だった。何万回生まれ変わってもまた会えるかどうかわからない。他の二人もこの結果に後悔はしていないだろうな。三家博士、わかりました。質問は以上です。これでインタビューを終了します。D-1048-02、おいあんた、今回でもう十分身に染みたかもしれないが、生きていく上でこれだけは覚えておいた方がいいぞ。D-1048-02、食い物の恨みは本当に恐ろしいからな。録音終了。SCP-1048JP がどの時期から山家を獲物として認識していたのかは不明です。